新たな変異ウイルス、オミクロン株の感染者が国内で初めて確認されました。オミクロン株について厚生労働省は自治体に詳細な検査を強化するよう通知を出しています。この変異ウイルスに対して仙台市の検査体制はどのようになっているのでしょうか。国立感染症研究所によりますと、体内でウイルスが増えるとき、 細胞に侵入するために必要なウイルスの表面にあるスパイクをこれまでの変異ウイルスは十個前後持っていましたところがオミクロン株はスパイクが三十個以上あると確認されていて感染力の強さが指摘されています感染者の中から変異ウイルスを探し出すには PCR 検査によって陽性になった検体が変異ウイルスかどうか調べる詳細な検査 スクリーニングにかけるかウイルスの遺伝情報ゲノムを解析するかの二通りがありますスクリーニングのためには変異ウイルスに反応する特別な試薬が必要でこれまでもデルタ株やアルファ株といった変異ウイルスごとに試薬が作られてきましたがオミクロン株ではまだ作られていません一方全ゲノム解析は ウイルスを構成する遺伝情報を調べるもので。特別な試薬などは必要ありませんが。オミクロン株の場合。一検体あたり。四日から五日かかると言われています。仙台市では。八月から。市の衛生研究所で。ゲノム解析ができる体制をとっているため。今後感染者が出た場合は。すべての検体を。ゲノム解析にかけます。また県によりますと。仙台市以外の自治体では。 東北大学に依頼してゲノム解析をすることになるということです。